様ごきげんよう、ゆりっぺーです。はい、ということで皆さん何かお気づきでしょうか。そうです、お気づきいただいたように、なんと我が家に家族が増えました。なんと我が家に、3日ぐらい前にお家に来ました。おいしい？ご飯おいしいですか？ご飯おいしいですか？ご飯おいしいですか？おいしいね。最初三つ子だったんですけど、お兄ちゃんがすごい先にもらわれちゃって、この姉妹二人でね残っていたところをね、二人離れ離れにしたらちょっとかわいそうなので二人でねもらいました。こっちがね、あのココシャネルから取ってココちゃんです。美人なんですよ。ココは美人で、ココが妹かな。はい、こっちのね、まだらになってる方がイブちゃんです。イブサンローランのイブから撮りました。なんかね、最初何ですか、2人でちょっと合わせて面白い名前にしようと思ってたんですけどなんかおしゃれな名前にしようかなと思ってイブとココにしました。このね、2人を迎え入れるまでいろいろ言った、噛んだなお前、なんだ。この YouTube 動画でも1本出したかな、たり結構ゲーム実況とかでも声聞こえてたと思うんですけど、ずっとね、中学校3年生から飼ってるクドレフカが結構突然病気で亡くなってしまって、すごい本当に、あれをペットロスって呼ぶんだなっていうぐらいに、すごいこう、なんだろうね、本当にうつ状態だよね、あれでまさに。すごいうつ状態みたいになっちゃって、ずっと落ち込んでたんですよね。さっきね、動画撮ったら結構ガチ泣きして結構泣いてる顔してると思うんですけど、その二人をすごい迎え入れるのも、すごいね、戸惑いはあったし、やっぱりね、いろいろ考える部分があったんですけど、そうなのよね。ね。そう、実は、くーちゃんが亡くなって思ったのが、すごい一緒に写ってる写真がすごく少なくて、それで、なんか今回は、まあ、イブとね、ココが来て、ちょっとイブとココとね、いろいろ動画撮ったりして、思い出をね、作れればいいなと思いました。そう、だから今ね、飼ってる人はね、家族写真とか撮った方がいいよ。絶対ね、家族写真撮った方がいい。意外と、なんだろう、一緒に撮ってる写真って少ないんですよね。そうだから家族写真とかいっぱい撮った方がいいと思います。まだこの二人は一応ゲージの中で生活してるんですけど、やいマイペースだしね、やんちゃ坊主なんだよな激しい激しいリブちゃん、リズミちゃん、あんた暑いよ、そこリブちゃん、やんちゃガール、やんちゃ坊主、やんちゃガール。よくね、私猫好きなんですかって言われるんですけど、犬もいたので、もう正直ね、どちらも好きです、基本は犬も猫も。ということで、今回は、イブちゃんとココちゃん、今後とも、動画とか撮っていこうと思いますので、何卒イブちゃんとココちゃんもよろしくお願いします。かわいいよ。めっちゃかわいいよ。はい、ということで、この動画がいいなって思ったら、グッドボタン。そして、噛んだね。噛み虫やばいよな。もっと見たいと思ったら、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。
イブちゃんとコボちゃんとユリッペでした。バイバーイ。バイバーイ。ニュン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 ニュ